アグネス・ラズベリとは日本の競争馬、繁殖品馬である。2007年に函館スプリントステークスを制した。2003年に中央競馬でデビューするが未勝利のまま2005年に兵庫県競馬組合に移籍し、その競馬場で初勝利を挙げた。その後中央に移籍し条件戦で4連勝を含む活躍でオープンクラスに上り詰めた。2006年、 オープンクラスになっての初戦、ビクトリアマイルに出走し5着となり、注目を集め、その後の CBC 賞では一番人気に押されたが8着に、敗れる。その後は構想を続けるものの、なかなか勝ち切ることができずにいたが、2007年の6戦目となる、函館スプリントステークスを制止重賞初勝利を挙げる。同年のサマースプリントシリーズのキンランドカップでは2着に、入り、 同シリーズ暫定トップで、最終戦セントウルステークスに出走。大外クトバ体重 20kg 減であったが9着に、終わる。サンアディユがこのレースを優勝したために逆転を許し、サマースプリントシリーズは2位に終わった。その後は、第41回スプリンターズステークスに、出走、13着に敗れた。その後阪神カップに出走するも9着だった。 2008年はシルクロードステークスから始動。馬体重 12kg 増で、デビュー以来最高馬体重での出走となり13着だった。その後半球杯では10着だった。そしてこのレースを最後に3月5日、競争馬登録を抹消され競争馬を引退した。2008年春より繁殖入り、つなぎ両先は生まれ故郷の八代大ファームである。ありがとうございます。